どうも、ぼーちグランパサポーターのカリアです。はい、今日はですね、久しぶりのグッズ紹介いきたいと思います。本当に、ね、つい先ほど、名古屋グランパスさんから、お荷物が届きました。はい。まあね、もうツイッターなんかでは結構受け取りましたっていう報告がね、ありますけれども、はい、あれです。シャチの大祭典ユニフォームが届きました。はい、ということでね、今回はこちら開けていきたいと思います。さあ、ということで、まあ、今回もですね、今年のユニフォーム、ファーストのホームのユニフォームとして、ね、稲垣翔選手のユニフォームを購入しております。さあ、ということでですね、早速見ていきたいと思います。開けていきましょう。さあ、楽しみですね。行きましょう。せーの、ほい。おー。はい。こんな感じ。いいですね。さあ、ということで、少し出していきましょう。よいしょ。おー、かっこ。かっこいいね。はい。こんな感じです。はい、もう今年のね、これデザイン見た瞬間にもう絶対今年は買うと思って。大ユニフォームなんですけれども、いや、かっこいいですね。で、まあ、やっぱり、去年もそうだったかな。ないや。後ろになかったけど。シャチの大祭典ユニフォームは、エンブレムがゴールドです。で、よくよく考えたら、これが最後の、このエンブレムのユニフォームかな。そう思うと、ちょっと感慨深いものがありますね。来年からね、エンブレムも変わるっていう話になってますんで、ね、おお、かっこいいな。はい、ということで、ちょっと細かく見ていきましょう。では全体像全面から見ていきましょう。今回のユニフォームもビームスジャパンさんとのコラボレーションですね。今回のユニフォームのモチーフは甲冑、鎧ですね。戦国時代とかですね、歴史が好きな僕からしたらもう今回のユニフォームはドンピシャなユニフォームでしたね。では細かく見ていきたいと思います。まずはエンブレムから見ていきましょう。今年のエンブレムも昨年と同じくゴールドですね。ゴールドは高級感あっていいですよね。ちなみに個人的にはですけれども、2021年シーズンのシャチの大祭典ユニフォームの黒地にゴールドのエンブレムでもかっこよかったんじゃないかなとは思います。続いては鎖骨スポンサーですね。鎖骨スポンサーはホームユニフォームと違って白抜き文字になっているため、ユニフォームの世界観を阻害せずに素晴らしい仕上がりになっていますよね。袖スポンサーは右手の J リーグマーク、そしてホームタウンマークは変わりませんが、左袖のスポンサーマークも白抜きになっているので、こちらも世界観を備えせずにいい仕上がりになっていますね。背中にはビームスさんのマークが入っていますね。続いて背中側も見ていきましょう。背中側も鎧のデザインですね。スポンサーの配置デザインはホームユニフォームと一緒ですね。背番号はホームユニフォームと違って白色ですね。今年のホームユニフォームと比較するとこんな感じですね。文字が白抜きになるだけでかなり一体感のあるユニフォームになりましたね。過去のシャチの大祭典ユニフォームと比較してみました。どれもいいですが、やっぱり個人的には今年のユニフォームが一番好きですかね。ということで紹介はここまでにして実際に着てみましょう。はい、ということで着てみました。うん、やっぱりいいっすね。で、まあ今回ね、僕 M サイズにして、で、まあ身長160センチちょっとぐらいなんですけど、だいたいこうパツパツになるのが嫌なんで、まあ、ちょっとゆったりめに着れるサイズっていう形でいつも購入してるんですけど、まあ、ちょうどこう脇の下だったりお腹周りとかもそんなにこうきつくならずにゆったり着れる、個人的にはいいサイズ感かな。まあ、サイズ感としては今年のホームユニフォームと同じような感じかなというところですね。いや、いいですねこれね。着ていきたい、早く着ていきたい。8月は、全部で3試合かな行く予定なので、8月はもうこれで統一していこうかなと思います。まあ、個人的にね、これ本当にこのデザイン好きで、今までで一番ぐらい、うん、はい、好みのデザインでした。はい、ということでですね、今回は、名古屋グランパスの2023年シーズンシャチの大祭典ユニフォームについて紹介をしていきました。はい、まあ、今からねこのユニフォームを着て観戦に行けるのが楽しみで仕方がないんですけれども、またね、観戦ブログなども上げていきますので、見てもらえると嬉しいです。
はい、ということでね、このチャンネルではですね、観戦ブログだったりグッズの紹介だったり、基本的にはグランパスを応援する動画を投稿していきます。グランパスファミリーの方も、もちろんそうでない方もチャンネル登録ご評価してもらえるととても嬉しいです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。またね。